鏡低い。何もかもが低い。でももしだって化粧するとき鏡手で持ってるやん結局。そうやね。ドレッサーでもこの、うん、この距離じゃないとアイライン引かれへん。だってドレッサー買ったのにさ、ドレッサーの前でそのちっちゃいさ、うん、だから指紋つきまくりの鏡で化粧してた。何時ですか今。今は2時ぐらい。怠惰です。怠惰すぎます。今日もアラームならんかったんけど、ほんまはもうのね計画聞いて、上のご飯9時にあげて、うん、でなんかまあちょっと昨日寝るの遅かったから、ちょっとなんかいい顔してますね。カメラ回ってるからいい顔してます。朝帰りやろ、朝帰り見る日の出、紫に染まってくて冷たい空気、思い出す日、足りないところを補って受けた愛で満たされて、寂しい夜も一人じゃねえ、血よりも声つながり、イエイエイエイ、ロックでなし、ほんまに血よりも声つながり、イエイエイエイ、お過ごしとって。朝帰りって言えばいいイメージないのってさ、うん、絶対男絡みもあると思うね。うん、多分なんか男絡みで朝、まあ、っていうイメージがあるからさ、うん、けどさそれは考えられへんもんはな、まあ、うん、正直この思考はでも桃だけやから、みんながそうやと思ったらあかんけど、まあそうやな、そうそう、それはそう、うん、それ俺らが良くても別に周りの目はまた別の話やから、それは、うんうんうん、そこをやっぱ履き違えると、うん、なんか痛いやつになっていくから、そうやな、そうやね、そこはちゃんとな、あの自制しとかなあかんね、俺らの考えであって、これはそう世間一般に浸透してるかどうかまた別の話やから、だからそこはもうはちゃんと本当申し訳ない、うん、いいよ、俺は別に何も、別にもしが朝帰りすることに関して何も思ってない。行く友達もさ知った仲やから、うん、だからそこに心配はないやん正直言って。まあただシンプルに女の子だけでその夜中遊ぶっていうのが普通に心配、うんうん、っていうその心配はあるけど、うん、俺からもしへの不信感とかそういうのは一切ないから、うん、別にいいねそこはな。ありがとう。けどなんかほんまに赤ももはもうちゃんとしますでもなんか遊んだ分ちゃんと働く、うん、っていうのがそれができてね、遊んでばっかでなんか飲んで朝帰りしてばっかで、うん、なんかその後2日酔いで潰れて家でグダグダしてみたいな、それは絶対しやん、それがないから別にいいね、うん、昨日めっちゃ苦しい夢見て、ちょっと話聞いてほしい。ほんまにもう苦しくて息できひんと思ったけども息できなすぎて目覚めて大号泣して、もう、うん、リアルすぎたっていうかさ、なんかさこの業界さ、うん、まあなんかたまにパーティーみたいになるやん、なんてパーティーっていうか、そのどっかの企業が主催した交流会みたいなのがあるやん、わかる、うん、それにさもう行っとったん2人で、うん、そ, なんかその交流会意味わからんくって、うん、なんか何て言うの、なんて言うのあのジェシーさんみたいな、ザディみたいな、うん、ザディって人がおって、とりあえず、うん、それは架空の人物、いや架空の人物、うん、顔も知らんし、うん、ただ夢にしか出てけへんザジーっていう女の人が、うん、まあ桃たちのと企業側の仲介人みたいな、なんか分かる、イベントを招待してくれた人みたいなね、でなんかまあその仕事につながるからなんか来ませんかみたいな、行ったらなんか偉い人が6人ぐらいおって、お偉いさんみたいな、うん、そういう人たちをただなんか崇め立て祭る会みたいなのが開催されてたわけ、うん、で桃は何この会って思って言ったで、なんかメンズの待遇がめっちゃいいね、とにかく、うん、なんかメンズには絶対一人女の子をつけるみたいな、そういうイベントやって、で女子は女子でなぜかイベントに参加する人全員財布預けなあかんみたいな、うん、なんか返しませんっていう絶対的怖いよめっちゃ、うん、でももうカーシーとまず入った瞬間に引き離されてんな、うん、ザディさんが、うん、メンズさんはこちらで、まあ、女の子はこちらですね。だからもう女の子としかおらんかって、うん、でもメンズパッて見たらメンズには一人女の子がついてんの絶対、うん、で、はぁみたいな、このイベント何って思って、もう結構ブチ切れそうになって、うん、帰りたかったよめっちゃ、うん、でもザディに財布をもらわないと帰られへんような、うん、カーシーはカーシーでなんかめっちゃ楽しみしねえか、うん、こいつって思いながらなんかもう基本喋る時間を好きがなかったの私は、うん、で女子は女子でもうなんかよくわからんけど扱いがひどかったんですとにかく、うん、でザディを探して財布を持ってもう帰ろうと思って、うん、もうザディがおらんねん、ザディに何回電話してもザディ誰やねんザディ知らんけど、うん、電話しても繋がらんねんザディに、うん、でなんかそのザディに繋がらんから、う
なんかカーシーにもう帰ろうやってもう言いに行ってね、うん、そしたらカーシーにカーシーに帰ろうやって言ってもカーシーとは喋ったんや。でそうカーシーってやっともう、うん、ロミオとジュリエットかぐらい会われへんかったんやけど、うん、カーシーはカーシーってめっちゃ楽しそうにしてんやんか、うん、もうほんまこの回意味わからんからモモが帰ろうって言って、うん、してなんかいいやんまだ楽しいやんみたいな感じでねではみたいな、モモがこんなにも帰りたがることあんまないのに、うん、こいつ何楽しんでるんって思って、で、財布は受け取ったって聞かれてね、カーシーが、だからもうザディに電話しても出やんねん出やんねんって言って、ザディ先あっちにおったでってカーシーが言ってくる、うん、もうそのザディの方向に行って、うん、ザディ財布返せって言ってもんだ、うん、あっちに置いてますみたいな、もう雑なんね、うん、でもう財布バーバリーカーシーからもらったやつやけど、うん、いろんなバーバリーの財布、どれが自分か分からんねんみんなバーバリーの財布でどれみたいになってこれかなみたいなのを選んでもう持って帰んねんけど、うん、カーシーに受け取ったから帰ろうみたいな、カーシーももうしぶしぶええみたいな感じで、なんかあちょっと待ってね、もうザディに言うことあるからザディにちょっと一言言ってから帰るわっつって、うん、バーって言って、もうザディにもう一生この会には参加しません、うん、ってこう言って、そしたらザディに言ってもカーシーは聞いてて、うん、カーシー楽しいからさ、うん、そんなん言ったらあかんって言うんだよ、今後仕事に繋がるかもしれへんねんからってちょっとザディをさこう踊ってに行くね、うん、もうすいませんうちの妄想こういうこと言ってんねん、そんな何なんこいつと思ってほんまにそれでめっちゃ苦しくて、うん、なんかちょっと分かってくれいかしいって思いながらパッて目覚めたらもうここめっちゃ苦しくてそれで、うん、それであの号泣っぷりだった、そう、その程度でその程度じゃないって超苦しかったザディマジ嫌い、ザディじゃ言っとかだから、なんで知ってんのおかしいやん、架空の人物マジリアルやってん、なんかありそうやんそういうの、まあ、まあ、女の子が付ける、ね、女の子付けるみたいなのないありえないから、イベントとして狂ってるやろこの、うん、ほんまに最高やな、そんなイベントあったな、最高やじゃないほんまに早くやろほんで俺ずっとゲットレディビズビーしてない俺ずっとこうやって座ってるだけもう俺髪セットするわ、何も進んでない、もう化粧ついて乳液しただけけみんななんてそんなもんじゃない、じゃあ髪セットあるやん、最近は髪の毛がずっとスパイキーショートなのでワックスはこれ使ってます、オーシャントリコジェット、ほんまそれ好きやな、枝豆1個分ぐらい全体全てになじませます、わかりますか、うん、もうついてないところはゼロしてくださいね、でも一回もうこのスーパーサイヤ人ぐらいにからちょっとこう振り下ろしてくる、わかりますか、うん、振り下ろしてきて、うん、後ろもね、うん、振り下ろす、で、もみあげ押さえます、僕はもみあげ押さえ、ネイプこの襟足の部分押さえ、うん、で、この耳上らへんもこう押さえ目やねんけど、うん、鉢の部分鉢俺はちょっとこうふんわりさせんねん、ひし形、確かに、だって会社頭四角くなってるもん、いつも菱形やって言ってんねん、四角じゃないねなんかカーシーって頭でかく見えるような、うん、そういうさ、セットをしてるってことやんな、頭でかく見えるセット、うん、失礼やなあんた、ね、こいつでもほんまカーシーってなんか着ぐるみぐらい頭でかいこれ芝子かな当たってきた、たまに着ぐるみかなって思う脱いでみーやって思う、ごめん、言い過ぎたな、最低だよ、最低だよね、うん、でもそのボリューム感をでも大事にしてるってことやろ、それは間違いないやん、伝わってんで、うざこいつこんな感じっすかね、かっこいい、日焼け止め忘れてた、てか日焼け止めなくなった、買わなきゃ、アクアスキンアクア、え、スキンアクアだってこっちもスキンアクアな、うん、めっちゃスキンアクアセットじゃん、これはなんかちょっと肌のトーンが上がる、上がる、あの紫ラベンダーカラーみたいな、うん、これなんか緑みたいな色もあるような、あるある、でも俺はずっとこっち使ってる、だけどモモもそっちが好き、モモもメイク完成、眉毛これでいいか、何眉毛これでいいか、いいわけねえんだろ、もうだって横着するからな、鏡割れたらどうすんねん、鏡割れたら不吉やんな、ほんまに外跳ねとさ、外外やって
ね、お腹すいた。カリナみたいなのがいい。それってもうさ、モモじゃなくてもいいやん。ダメやろ。カリナみたいってことはカリナがいいやん。違うやん。だってカリナみたいな髪型にしてきたやん、モーシーが自分で写真見せて。そうだよ、だって詳しいカリナ好きだもん。でもカリナみたいなモモよりカリナの方が好きでしょ。カリナみたいなモモが好きなの。どういうことなの。モモじゃなくてもいいやんじゃん。違うやん。別にそれ比喩表現。だってカリナが、カリナみたいなモモちゃんがいいの。だってカリナみたいなモモちゃんがいいってことはカリナがいいってことだよ結局。カリナっぽい髪型が可愛いんちゃうって言ってるだけ。あ、そういうことね。うん、別にカリナが可愛いよ、そういう話してない。カリナ可愛いよ。カリナは可愛い。わなだから今の。はまらんといて。もっとなんかさ、いや自然な外反の方がいいじゃん。自然やん、自然やん。そう。うん、ぐるって巻かずに、うん、こうただこう、このままの外反ね。ぐらいでいいんちゃう。こういう。わかる？もしでもさ、今さ、内巻きになってるじゃん。うん、いや、内巻きになってても別にさ、そこは一緒やから。じゃあこっちもやってみて。美容師さんやもんな。それでお前やな、でもそれは、うん、美容師免許持ってんねやろ。それで美容師免許持ってたらいつでも美容師やっていい。まあいい、まあダメなことはないな、別に。そうなんや。けどさ、うん、カットとかできひんくない。カットできひんよ。けど美容師免許持ってるからやってもいいやろ。だって美容師ってさ、基本さ、うん、その就職してからさ、2、3年ぐらいはさ、うん、その練習とかさ、経験積んで、うん、でお客さんに入るやんか、うん。だからそのカットとかするのは別に美容師になってから数年後やもん。でもカーシーは1ヶ月で辞めたから、うん、そういう練習もほぼしないわけ、うん、でも美容師免許持ってんやろ。それでそういう人が美容師やってる可能性もあるってことやな。いや、ないやろ、それは。急にサロン立ち上げるかもしれない。え、そういう人が。そんなやつおらんて。カーシーみたいなやつがさ、急にさ、そういうこともできるってことやろ。それできんで。すごない、そう思ったら。やろうかな、フォロワー、フォロワー限定。誰も来たくないって。そんな俺がカットとセット、メンズのみ。え、あのセットはまあいいと思うね、うん、カットやめて、怖い、こっちが。いけるいけるいける、メンズのカットなんてできたやろ。これ全国の美容師的に回したね。しかも特にあなた一番身近なコウさんです。ああ、いいね。どうですか。いいですよ。チョアチョアチョア、チンチョアチョア。カーシーはさ、うん、どんなリップがいいと思う。赤目。赤目、うん、じゃあ候補出すな、うん、深めの赤か、うん、明るめの赤。口頭なんや、候補って。目では見させてくれへんねや。目で見させてあげるわ。エントリー、ロム&ロム&ティル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 で出しました。どの色が一番いいと思いますか。見せてください、はい、全部一緒。最悪。それは見してみて。それは AKB とかを見て、うん、みんな同じ顔やんって言ってんのとおっちゃんって一緒やで。ほんまに。はい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 、はい、違うんよ、うん、ちょっとこれは深め、まあね、まだどっちかで言うとまあこうよね。これこんなどんな色やったっけなこれ、まあ、それちょっと薄いなこのパケ見る。だけど赤やでちゃんと、うんうんうん、これでいきましょう。どれ。こちらティルティルが選ばれたのはティルティルでした。ティルティルでティルティルの07番。ああ、チョアチョアチョア、チャローよ。完成しました。イエーイ。うーちゃんもおいで。うーちゃんもバイバイしよう。うーちゃんもバイバイしよう。はい、ということで。なんか鏡めっちゃ見てるやん。え、かわいい。見てる。うーちゃんだよこれ。誰こいつみたいな感じ、ね、これうーちゃんでしょ。うーちゃんだ。かわいい。けいぼさぼさやんな、うん、もうちょっとやな、トリミングな。ということで、私たちのゲットレディーズミーでした。またの機会をお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。